はい、おはようございます。今日でくぐり出しの花付近ヤバネさんですね。今日で、あ、今日3月だ。3月ですね。3月ありました。今日で50だから2ですね。あ、違う、53か、53ですね。53。はい、さしこちゃんです。はい、今日から3月入りましたね。3月1日です。今日火曜日です。よろしくお願いします。よし、はい、じゃあ始めていきます。今日で終わりますね。終わります。ちょっとまたパソコンの用意をですね。ありがとうございます。ありがとうございますというか、始めます。誰にありがとうございます言った。で、これですね。これ昨日これいろいろ紹介したんで、また昨日の動画見られてない方見てください。これは何ですかっていうやつですね。はい、あ、そうだ、あと紹介がいろいろありますね、朝はね。はい、じゃあ緑園店、今日大前の営業日となっております。3月1日ですね。緑園店開催中です。3月は20日が最終日、20日は日曜日ですね、が最終日となっております、ね。で、緑園店の話でいう時の動画をアップしてますね。刺繍クロスのやつをですね、まだ見られてない方見てくださいね。素敵な刺繍なので、刺繍クロスですね。よろしくお願いします。で、布店は今日営業日で、今日1日営業日で、次の営業日が3日ですね。ひな祭り3月3日、1個飛びで1、今日が1ですね。1、3、3が木曜日で、5ですね。5が土曜日ですね。で、今週は土曜日だけで、土曜日はいつも16時までなんですが、土曜日は、今週の土曜は15時までとなっております。ちょっとイレギュラーな土曜日の営業です。オープンは一緒ですね、10時半からですね。で、日曜日はお休みしまして、来週は7、9で12、13は土日ですね、となっております。よろしくお願いします。はい、ということで、3月はだから営業日で行くと、もう出てますよね、インスタグラムでね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11日ですね。今ちょっと横にあるカレンダーを見たら、3月は、あ、11日というか、その、緑園店の期間内があと何日かを今数えたら、20日までで、あと11日、今日含め11日がですね、緑園店はあとね、残すとこね、まだ来られてない方、ぜひ、興味のある方はぜひ、出してください。よろしくお願いします。で、さしこですね。さしこはもういよいよ今日が、中身のこの斜めな刺し子がおりますね。昨日はコメント、昨日紹介したんですけど、昨日コメントくださった、お家で刺し子さんのチャンネルを見ますって言って、見ました。見に行って一応コメントも書かせていただいて、たらね、なんかもう全然上手っていうか、僕が言うのもあれですけど、刺してましたね。あとおしゃべりもね、本当に刺し子もおしゃべりも上手で、すごいなと思いながら、まあ、もちろんこう全部は見れなかったんで、ちょっとこう見れそうなやつを見れそうです、これかなって言って選んで、ちょっと新しい目の動画を見て、
十字花差しをさしてましたね。十字花差しをなんか始めましたみたいなタイトルだったかな。さしてましたね。ああ、全然上手なんですよね。やっぱね、喋りながら結構軽快におしゃべりしながらさしてて、すごいなと思って。みんなすごいですよね。と思いますね。もうやっぱり喋りながらだとこうどうしてもそんなにゆっくりになっちゃうし、なかなかうまくさせないとかが多いんですけど、昨日、まあ全部見てないから何とも言えないんですけど、昨日見たその会話とかいろんな話もされてて、もし興味あれば見てみてください。お家でさしこっていうチャンネルをされてるおうちでさしこさんですね。よしと、コメントですね。コメントをいただきました。昨日もありがとうございます。まずはレイコさんですね。レイコさん、最近よくいただきます。ありがとうございます。こんばんは。あ、夜いただいたんですかね。こんばんは。できてますね。こんばんは。そしておはようございます。いつもコメントを読んで丁寧に返信くださりありがとうございます。とっても嬉しいです。いえ、とんでもないです。もうコメントいただけることがありがたいです。嬉しいです。こちらこそ、こちらこそです。もう。あ、ちょっと待ってね。で、ちょっと待ってね。以前、店主の差し込み本で紹介してくださった鈴木山形がとっても素敵で、ああ、鈴木山形ですね。ぜひ刺してみたいと思いました。でも近くに手芸店もないので、本に載っていたのを参考になんとか自分で製図してみました。すごい製図する、もう図案書かれたんですね。で、複雑な模様に見えたのですが、1センチ方眼線を描き、縦の山と横の山をフリクションペンで色分けして線を描いたら、案外単純な模様です。おー、単純な模様です。今刺してチクチク、あ、今楽しんでチクチク刺してますって聞きますね。リコさんありがとうございます。すごい自分で描かれたんですね。鈴木山形は確かになんか僕もはっきり覚えてないんですけど、複雑な感じがするんだけど、すごいですね。描けたって書いてますね。なんか複雑な感じがしますよね。どうなんだっけ、山になってるけど、なんかこう山がってこうなんか結構複雑だったような気がしますけど、書いて自分で刺してるってことですね。すごい、ありがとうございます。コメントね、鈴木山形、うん、そうですね、鈴木山形ですね。店主がね、何回か、それこそこの刺し子、もうあの刺し子の見本で紹介したのにはないんですけど、この刺し子ちゃん始めた時に、ちょうどというか、店主がだるまファブリックフェアというのを企画展でやってて、その時にね、刺し子ファブリックパネルプレゼント企画みたいなのやったんですけど、それ刺したのも鈴木山形でしたね。このレイコさんがおっしゃってる動画にはもうプレゼント企画だったんで、もうプレゼントしたものだったので、もうその見本のやつには載ってないんですけど、それもなんかね、キーアクセントで黄色が、この過去の動画というか、まあ最初の分動つなぎの動画とかを見てると多分出てくると思うんですけど、でああいう色の色合いもいい感じ、これ絶対出てる、ああ出てる、ああいう色味もいいなって思いながら、またね、そういうのも見られて、まあ今でも刺されてるということだったんで、すごいな、刺せるというか、描けるんですね。すごいです。案外簡単って書いてましたよね。案外単純な模様でした。単純な、簡単じゃなくて単純だったってことですね、模様がね。ありがとうございます。またコメントいただけると
ご紹介させていただきます。次ですね。次、さこさん、ありがとうございます。さこさん、やっぱり、ああ、そうか。いや、そうですね。やっぱり冬だったんですねって来てますね。そう。昨日は、うさこさんの質問で話をしたので、冬だったんです。天守がね、もう横でね、冬っていう。話の流れを、あんまり関係、まあ、そうですよね。天守は関係ないから、もう知ってるから喋っちゃったんですよね。一応僕流れを考えながら喋ってるんですけど、笛って言ってましたけどね、笛なんですよね。まあ笛でもどっちかというと置物の要素の方が、まあここにあるんですけど、置物としての要素がこのチャンネルでは強いんですけどね。まあそんな笛吹かないですもんね。そんなに笛吹くもんじゃないというかね、吹かないですよね。まあ、笛でもあるよっていうところですよね。あ、わただ、もうわただ、わた。ちょっと話の途中ですけど、終わった。ここ刺して、裏でちょっと刺したおしまい。終わったね。あれ、終わりました。ちょっと終わってない。まだちょっと最後までちゃんと刺そう。そう、笛の様子よりも、こう、置物の様子の方が、僕は強い、じゃないかなって、思うんですけど。最後の処理を。よし、やったな。で、なんでだっけな。答えてくれてありがとうございました。あ、ヤバネの斜めが、あ、そうそう、そろそろ終わりそうですねって来てます。あ、終わったんですよ、今。ふさこさん。今、その、この一文を読む前に今話しちゃったけど、ヤバネの斜めがそら、さ、いいタイミングで来るな、ふさこさんは。終わりそうですね。今終わった。あ、今終わったっていうか、今やってます。私のヤバネもスタンバイは。待たせましたね。もう、さこさんはもう、ね、一緒にくぐり出しを、どのぐらい待った？結構早く終わったよね、うさこさんも。結構早めにもう斜め終わりました、みたいな、待っときます、みたいなのをコメントいただいたのありつだ。もう、早いね。どのぐらいするのかな、みんなな、一日。一日皆さんどのぐらいするんですかね、刺し子の時間をね。一緒ぐらいじゃない？忙しいでしょ、みんなね。家のことしたり、お仕事したり。僕はまあ、もう最近20分前後かな。あ、なんかちょっとおかしいな、ここ。変なとこ行ってるな。ちょっと待って。一回やり直し。あれ？どのぐらいするんですかね。店主は多分お店でもっていうか営業しながらして、あれ、なんかうまいこといかないな。店主は営業中して、で家に帰ってきて、いろいろご飯とかね、お風呂とか終わった後にもしてって感じ。テンションどのぐらいするのかな、一日。なんかうまくさせないな、ここ。よし。あ、生きた。ね、皆さんどのぐらいするか、また、私は一日、30分と決めてますとか、もうテレビ見ながらさせるかな。させないよね。テレビ見ながら。してますとか。でも結構長いこと刺す人もいるのかな、中には。もうハマってる人とかはもう寝る前にこれやらないと寝れませんとかあるのかな、ないのかな。どっちかですけどね。どっちかなんでしょうけど。そしてこれをもう最後さ、ちょっと刺して遠くで出して切ります。遠くというか、まあちょっとしね、あ、またなんか最後の最後出てるな、難しいな。
かもう終わった終わったというともう本当に終わりみたいな感じだけど、まだ終わりじゃないんですよね。今日53日目ですけど、なかなか終わんないよねなかなか終わんないよね。まあでもよし、はい、終わり、終わりました。あ、終わりましたじゃない、終わってない、中身が終わりました。なんかわかんないけど、あ、これあれか、前の切れっぱしがついてたんだ。よし、終わった。あ、終わってない終わった、何回終わったっていう、中身が終わったね。で、今日はこう、やっぱちょっとね、反省、もうこっちはいいですよ、こう後半だから。やっぱね、反省はここですね、この辺。ちょっとね、最初の方でね、サシが甘いねっていうね、甘かったこの辺がね、この辺がちょっとほら、ちょっとボワボワして、ボワボワっていうかな、なんかね、ちょっとね、浮いてるでしょ。これが多分くぐりの時にどう影響するかですね。これまたちょっと、交互期待、交互期待、こう、また楽しみに。あとは大体綺麗にいってると思うんですけど、どうでしょう。ね、どうですか。やってますよ。やっぱこう斜めにこう刺すから、ちょっとこうこっちに、こっちに伸びてる感じがするな。ね、こっちがこう斜めになってますもんね。これは難しいんでしょうね、このくぐり出し、あ、くぐり出しっていうか、ヤバネさんの難しさはね。やっぱちょっとこう正方形じゃなくて、いびつな、ちょっとこっちにこう伸びてる感じになってますもんね。まあまあ、そういうのもありますよね。でですね、今日は、まあ、これはもうすぐ終わると思ってたんで、この説明書をじゃあまた振り返りましょうっていうところで、一応この真ん中、何でしたっけ、ここのここ2の刺し子をしますをしたんですよね。周りを刺しますをしたね。この周りを刺しますを刺して、斜めを刺しますも刺して、ほら、斜め方向の図案の歪みが生じやすいので、あ、あら、今見た、その都度生地を整えて刺し進めて、その都度は生地整えてないな。だからその都度こう、こっちを今整えても遅いけど、よいしょね、っていうのもあって、次こうですね、こっち、さらに周りを刺します。右図のように刺し終わった斜め糸の周りを刺します。ここなんか星がついてるな。糸が抜けない程度に間を空けるということだ。糸が抜けない程度に間を空けるって書いてますね。糸が抜け、まあ間を空けてってことだよね。あ、星の部分は、あ、なるほど、ここの星の部分はくぐれません。はい、上の図のように刺した糸の下に針を入れ、糸が抜けない程度に間を空けて針を出します。はい糸が抜けない、刺した糸の下に、だ、上から刺すんじゃなくて、この今薄くなってるやつの下から針を入れましょうってことですね。多分ね、上から刺すんじゃなくて、この薄くなってる緑の上から刺す、緑の濃い緑を刺すんじゃなくて、針の下に針、はいはい、糸の下に針を入れて、糸が抜けない程度に間を開けて針を出します。はい、で、右上図と左下角2つは、あ、これとここね、こことここは印刷図案のドットを目印に刺しましょう。これね、ドット、ここ今ドット、これドット、ここにあるんですよ、ドットが。最初これに気づかなくてね、ドットがあるねって話になったんですよね。
この向き的にはこの向きでいいのかな。じゃあね、言ってますよね、今こっちとこっち点々って来てるから。ってことで、どっちから刺すの、どこがスタート、こうなんか丸、これでいくとこう、丸がスタートで四角がゴールだから、こっからだね。こっちがスタートになるのか。で、ここがスタートで、ここの一個飛ばしずつ行くってことだよね。で、多分、これは多分中は塗ら、こっち裏側、中を通すんだろうな、多分。ね。違う。やってみて、テンション聞いてダメ。間違ったらやり直すか。ね。ここがスタート。ここか。じゃあやってみましょう。ね。もう20秒1分だ。ちょっと入りだけやって、明日店主が多分いるから、いないかもしれないけどいるから、ちょっと一頭だけ取ってぐるっとね。ちょっとこれパソコンにも一頭取って、今日はもうこういう回ですから。もうコメント紹介したよね、うさこさんね。うさこさんもスタンバイ OK って言ってますもんね。あ、これなんだ、これ裏か、ん、なんかいいか。でこう行って、こう行って、でこう行って、ちょっと余裕を持って、ちょっと結構余裕を持って、でこれ貯金しとく、貯金、あれ刺し始めだけやっとく。刺し始めもだからどっかに絡ませて、ちょっとね、なんかやっぱ今までとこ違うから、違うというか今までと違う、もう斜めのステージは終わったから、ちょっと新鮮でありやり方が分かんないながらやってるから、ちょっと楽しい楽しいって言ったけど今、そう、分かんないながらやるのも楽しいんですよね。だからここからスタートなんですよ。だからこっから一緒、要は一緒ですよね。多分ここにどっかちょっとちょんちょんって絡ませて、でこっから出してやってみよう。23分だな、やめとく、 やろうかちょっと。で、ちょっとやってみよう。こっから行こっか。この辺のやり方は一緒。あ、そっか。でもそっか。あ、そうだね。針が、どうする？針をこう間から入れる感じ？こっから入れる感じ？そうなる？まあまあ、そうだよね。なんか、なんか前もこんなことした気がする。合ってんのかな、合ってんのかどうかが分かんない。合ってるだろうね。一回ここで、ちょっと出しますね、これですって出しといて、今間から潜入しました。潜入操作でグーって出すでしょ。あれどこ、あれどこ、あれあれ糸がない。おお、もう来てる、ここ、あれ、あー、もうここに来てる。いつの間に、いつの間にこう来て、でどっから、こっからスタートだから、難しいな。ちょっとまあやるか、まあやるか、いいのかな。ちょっとこの裏にごめんなさい。
さいね、もう何にも喋んなくても、ちょっと必死なんですよ。いいのかな、いいのかな、ここ出す、ここで出して、こうして、うん、でこれここなんですよね。なんかちょっと心もとないな。これでいいのかな。いいか。でここも刺して。でどっから出す？でこっから出さなきゃいけないんだよね。難しいな。一回ちょっとガッて刺してみよう。でここに出ちゃうよね。ガッて刺したらここに出ちゃうから、これじゃダメなんで。どうする、難しいな、なんか久しぶりになんか難しいな。ここに刺してここに出したい、ちょっと待ってね。なんか前も昔もこんな感じでアダゴダ言いながら、うわ難しいな、これここからこう、上手になってきてる。全然喋んない今日。もう27分、あ、30分になっちゃう。ちょっともう終わろうかな。ここはスタートの位置からして、明日から元気に頑張ろうかな。元気に頑張る。これね、ここスタート今。スタートの位置だけ決まったので、今。ごめんなさいね、もう大した話もできなくて。これ中を通していく感じだよね、多分ね。裏に出したらおかしなことになるもんね、多分ね。裏はこのままが綺麗だもんね。これだから中書いてないよね、そんなこと。上だけ縫いますみたいなね、書いてないよね。くぐらせ方、これもくぐらせ方ですもんね。でもこっちもくぐらせますですもんね。くぐる、そうですよね。多分合ってると思うけど、一応明日天守屋に聞いて。久子さんまだでしたね。スタンバイ OK だけどまだでしたね。僕まだこの内側を塗んなきゃいけないっていうことが、もう多分久子さん内側塗ってんだろうな。くぐり待ちだからね。こっから行きます、明日は。ちょっとなんかこっから一個飛ばしで塗って飛ばして塗って飛ばしてをやっておしまいになりますね。中身の刺し子はね。はい。よし、一応スタンバイまでできたので、今日はここまで。いいか、もう30分になっちゃう。ちょっと長いな、今日は長いな。なんかもし気づいたことがあったら、教えてください。めちゃ明日天使に聞こうと思ってるんで。特に、よし、ね、コメントいただいた方ありがとうございました。で、お仕事を終わってみら、ほらやっぱこうだいぶこのね、半分に折った時にコットはやっぱ引っ張られてるんですよね。だいぶ、ほらわかりますね、今そのね、改めて思うと、そうね、こうやって揃えて折ってたけど、こうだいぶ斜めがよれてる感じなんですよね。だから難しいね、ほらね。ああ、難しいね。本当だね。まあいいや。まあいいや。もう30分になっちゃう、本当にもう。よし、30分までに終わろう。はい、じゃあ今日はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。